はいえー、皆様、はじめまして私、今ご紹介いただきました朝日総合の熊谷と申します、えっと、30分ほどですので、まあ、3時半頃までちょっとお付き合いいただければなと思いますのでどうぞよろしくお願いしますあの今回です、ね、こういった場をいただいたのはです、ねまあ、弊社の方が先進的にやっていたからではなくてあの先ほどご講演されました日環境のメンテナンス主任者の資格を創設するときに 教科書だったり、そういった作成の実行委員の一人として参加させていただいた経緯から、こういった場をいただきました、弊社の方が決してです、ね、あの我々不動産管理会社の代表となるようなことをしているのではないので、そういったところをちょっと念頭に置きながら聞いていいいただだけければと思ままますすどうぞよろしししくお願いします、ま、ず初めにです、ね、私少しだけ私のお話をさせていただければと思います。 実は医療系の大学に進学しまして作業療法士という資格を持っております10年ほどの旧石病院の勤務を経て家業である不動産業に転職をしていましたその中で賃貸仲介や賃貸管理を経験してですね今経営の立場に準備をしているところですけれども東京の不動産会社の社長さんにですね熊谷君と 医療と不動産はすごく似ているから、まあ、そういった視点をすごく勉強してほしいんだというのをこの業界に入っ,て、えー、入った年にこう教えていただいてすごく大事にしている言葉です特にこの建物診断のジャンルにおいてはです、ね、その言葉を私こうすごくこう当てはまるなというふうに思っておりますのでもうそういったところを今日お伝えできればなというふうに思います、えー、最初に弊社のご紹介をさせていただきます 弊社の強みとしてはですね、秋田県と宮城県にあるんですけれども、特に秋田県においては、県内全域で事業展開をさせていただいております。これはあの、ハウスメーカーさんも含めまして、弊社しかないので、実はこう秋田県というのは人口減少、少子高齢化、最も最先端を歩んでいる都道府県なんですけれども、実はこう秋田県内の移動が激しいというのも一つの特徴でありまして、 まあ弊社の方で全域を網羅してますから、お引っ越しの県内の方々なんかも,も全域にアプローチできるというのが特徴です。それともう一つは、そもそも創業者がですね、市役所職員から創業しておりまして、朝日総合という会社はですね、そもそも横手市の朝日が丘という町名の土地開発事業を行わなければいけないところから、 アサヒガオカを不動産で総合プロデュースする会社という意味でアサヒ総合という企業名になっているのでそれくらいですねまちづくりに特化した会社であるというのが特徴です故に賃貸管理業というのは他の会社からするとですね後発で始めさせていただいた事業になるんですけれども お役立ちという視点で、まあ、ひたすら、ひたすら資産のむず、資産管理が難しい物件。まあ、簡単に言いますとなかなか入居促進ができないオーナー様、物件。というところの条件から、我々が満室にして管理をさせていただくというようなことを繰り返してきましたので、建物診断や巡回報告。今 日韓協の方で法改正されて、巡回を義務化されたというところが一つあ,りあったかと思うんですけれども、従来からずっと繰り返し行わせていただいてましたので、まあ、我々にとっては、いい風が吹いているなと思いながらやらせていただいているというのが,うのが特徴です。長期修繕計画もですね、もう数十年前からずっとやっていて、今ではアプリを使って実施させていただいているんですけれども、 もう十数年前はです、ね、建築士が重い機材を持って建物の傾きだとか、まあ、そういったところをこう3時間もかけて調査して1時間近くエクセルで報告書を作成すると、まあ、そういったところをまあ努力と気合と根性でやっていたという会社なんですけれども、まあ、今、少し今日ご紹介させていただきますがアプリを作って簡素化を図っております。 会社はですね、アサヒライジングというホールディングス会社を組んでおりまして、実はこう、今回の話とはかけ離れますが、街づくり事業として、ショッピングモールの運営や開発、オフィスビルの賃貸、あとはビジネスホテルを経営している会社です。まあ、主な事業はこういったことになります。特徴としましては、まあ、アパマンショップの FC に加盟しておりまして、 秋田県内6店舗、宮城県内1店舗出させて出店させていただいております。カニ個数はあの9000今では800ぐらいありまして、住居用ではですね、7000から7500ぐらいかなと思っております。ビル面なんかも力を入れておりまして、あのこの建物診断と巡回と一緒にですね、特化させていただいております。 これがちょっとこう組織図といいますか、授業をもとこう分けたところになります。で今回はですね、左側にあります、この建築部門の建物診断、巡回報告というところと、大規模修繕のお話になるかと思いますので、よろしくお願いします。まずは弊社の管理物件の特徴ですけれども、1678個を、 ちょっとこう築年数とかを分析させていただくと、です、ねまあ、圧倒的に木造が多くて、すみません、1678棟の分析をさせていただきますと、圧倒的に木造が多くて、木造が72.6%、まあ、4棟中3棟が木造というような話で、でなおかつ、築フル20年以上、今日もあも国土交通省の方からお話あったかと思いますが、 まあ、築20年経つと大規模修繕や長期修繕計画に基づく修繕が必要になってくるというようなところで、まあ、大体こう新,築で新築からお願いするというよりは、まあ、築20年経ってなかなか入居促進ができなくなってきたんだけど浅井総合さんどうかなんとかできますかというようなオーナーさんが大多数でいらっしゃいます数字でいうとですね築年数は平均で28年プラス 標準偏差でプラスマイナス10年ということですので18年から48年38年が圧倒的に多いというようなことになっています今回あの調べさせていただいてびっくりしたのがです、ね、私も分かってなかったんですけど築63年のアパートもありましてそこもです、ね、今満室でやらせていただいております 2022年の建物診断巡回報告からのリフォーム売上になりますが売り上げが314件と4984万7000円というところでしたけれどもこれ結論からお話しするとですね2022年は大変反省しなければいけないところで後に我々の評価の結果といいますか分析を少しお話しさせていただくんですが 大規模修繕が全然取れてなかったんですね。右側にありますけれども、100万円以上の外壁診断、あの、修繕がですね、9件しかなかったんですね。それだけ巡回はしてたんだけれども、きちんとオーナーさんにご提案できていなかったというところを反省としております。ただ一方、良かったなと思うところが、小規模修繕として229件、2800万円ぐらいあったというところで、 先ほどもありましたけれども早期発見早期修繕というのがきちんとできたかなと一定数ですけれども一定評価を得られるかなと思っておりますで今日の話ですけれども、まあ、弊社の業務の流れのご紹介と巡回建物診断の分析と評価とそれと今取り組んでいることと今後頑張っていきたいと思っているところを少しお話をさせていただきたいと思います まず、業務の流れなんですけれども、我々は4つの入り口でリフォームというものを考えています。まずは、お預かりさせていただいているアパートの空室の対策ですね。それと、今回テーマになっております、巡回と建物診断からのご提案。それと、退去した時の現状回復などのリフォーム。それと、 入居中の皆様から、まあ、クレームとかと言ったりしますが、弊社は要望修繕というふうに表現させていただいてまして、まあ、設備トラブルなんかもこの4つ目のところに含まれております。冒頭お伝えしたとおり、今ではですね、アプリを使って巡回や建物診断をさせていただいております。インスペクションマネージャーと言い,いまして、えー スマホやタブレット、アンドロイドでも、アップルでもできるんですけれども、もともとはですね、建築士が重い機材を持参して、一部券3時間かけてですね、評価を行っておりました。当時は4000から5000個ぐらいの管理でしたので、まあ、大体半分でしたので、まあ、700から800棟ぐらいあったんですが、やはりほとんどできていなくてですね、 正直こう悪い何かこう事件がといいますか外壁がなんか剥がれてきたよとか水漏れが起きましたとかそういうことが起きてから全体の評価をするようなこう後発的といいますかどんどんこう何とか追いつけ何とか追いつけっていうようなマネジメントをしておりましたで 空き家対策協議会に市の空き家対策協議会に加盟させていただいて今後空き家もやっていくべきではないかというような話をいただいたときにこれではもう無理だなと現状ですら厳しい状況の中で地域課題である空き家を取り組んでいくためには建物診断を量産化していく手法を考えなきゃいけないなとそんなところから開発をさせていただきました今ではですね スマホタブレットで作業は20分から30分程度評価もその場でパッパッパッパあパマニュアルに沿って行いますので30分程度で終わります報告書は自動で生成されますし前回の写真や評価を見ながら撮影評価が可能ですので、まあ、専門知識がないものでもまた初めて行く物件でも同じような評価が可能になっております で現在はですね、パートさんだけで行っておりまして、巡回報告を月200件、建物診断を月20件実施している状況です。これもですね、今後もっともっと量産化させていかな,いかなければいけなくて、まあ次の課題になるかとは思いますが、現状このような状況になっております。巡回報告と建物診断という業務を分けてご説明させていただきますと、 巡回報告というのは、今申し上げましたとおり、早期発見、早期修繕を目的として行っています。年に3回は必ずやるというルールで回しておりまして、実施者はパートさんですけれども、今はですね、私の作業予報士の経験も活かして、障害者も雇用してやっています。今後はですね、高校生のアルバイトを雇用しようかなとか、インターンとして活用してもらおうかなとか、 社員にですね管理物件に入居中の社員に自分でやってもらおうかなとかそんなことをいろいろ考えています特徴としましては評価項目が31項目ありましてそれを4段階で評価していきます、まあ、経過観察とか問題ないとか修繕が必要だとか、まあ、そういったような行い評価をします撮影時もですね前回写真と比較しながら撮影ができますので、まあ、安易 安易にと言いますか現地に行って前回の写真を見るとあこの角度からこの高さから撮ってるんだなというのが分かりますのでそこから同じように写真撮影が可能ですまた写真の上にですね赤で丸をつけたりですとか1階とか方角とか入れることができますのでオーナー様にとっても分かりやすい資料を作ることができます 続いて建物診断になりますが、こちらはですね、長期修繕計画を作成して提案をするということを目的に作っています。頻度としてまし、頻度としましては、3年に1回というところで今、計画運営しております。こちらもですね、実施者はパートさんと障害者で行っておりますが、評価するものは専門的知識のあるものに今委ねておりまして、 弊社は建築士が社内に4名おりますので、その4人が対応しているところです。特徴としましては、あのグラフで評価が一目,一目瞭然というふうに作成させていただいておりますので、どこが悪いのかというのが瞬時にわかるようになっています。業務の流れからのお話なんですけれども、まずは巡回診断を行います。でその後評価をします。 そして報告提案を作ります。これはどこの会社さんもやってらっしゃるかと思うんですが、我々はこちらをすべてアプリで行っています。そして、受託営業をするために見積書と提案書を作成し、オーナー様から受託いただきます。で、着工、竣工引き渡しまでの流れになっていて、できるだけ長期修繕計画を早く作れるようにとは思っていますが、 実際、引き渡しまでに長期修繕計画を作ろうというような流れで行っています。ざまあ、な、あの、その都度その都度の視点は、あの、資料の通りとなっております。で続きまして、巡回建物診断の分析評価になりますが、1678棟中1276棟を2022年に実施しました。まあの、戸建ての管理ですとか、 あとは複数の管理会社が管理している物件はちょっと今回は覗かせていただきました。1年間で延べ2329回評価を実施しております。先ほどお話ししました31項目はこの資料の通りとなっておりますで。そこで4段階評価の一番悪い不具合ありというところがですね、全く問題ありませんでしたというのが1年間で326と全体の14%。 昨年が頭でしたで。順に1から5個、6から10個、11から15個、16個から31個というふうに書かせていただいております。よかったなと思うのはご覧いただければと思いますが、なっこなっている,るところが2021年のデータになりますので、まあ、少しずつ少しずつですけれども不具合ありの数が減ってきているなというのはわかるかなと思います。 右側にありますのが主に不具合ありのになっている箇所です、最も多かったのが外壁862棟、37%で続いて床下換気口なんですがこれはです、ね、2020年、21年に秋田県の方があの豪雪に悩まされましてその時におそらく凍結して破損して1年間、我々がきちんと見れないでしまったのではないかなというふうふに思っています。 2021年も床下換気口がすごい修繕しなければいけない不具合ありが多かったので、まあ、こちらに関してはあの後でお話しさせていただきますが、キャンペーン特化型で修繕をしています。それと、あとはシーリング、あとはのま点、まあ、除草除雪というふうになっています。まあ、考察ですけれども、まあ、不具合ありの個数が削退比で減っているなと。これは一定数の評価、まあ得、得られるんではないかなと。それと、 昨年から改善傾向にあるけれども、まあ、小規模項目が多い。小修繕が多いと。言い方を変えると、大規模修繕をきちんとやってないと。だから、外壁とかシーリングとか、そういったところの不具合ありが多いと。ですので、今後の課題は外壁シーリングの起点にあると。大規模修繕のアプローチが重点実施になる。ということで、2023年は、そういったところをきちんと提案できるようにということで、取り組みさせていただいています。 これは一つの事例になりますが、まあ、外壁塗装や屋根塗装の起点工事を行ったところで、えー、築36年の物件になるんですが、えー、4室の物件なんですけども、ずっと2室が入っていればいい方で、肉列が50%前後でした。25%になる時もありました。まあ、このままではいけないなということで、懸、え、念、ー、劣化を把握しながら、まあ、全体的にボロボロでしたので、えー 案内に行ってもですね、暗いとか汚いとか、ちょっと不安になりますというところで、全然制約には結びつかない状況でした。ですので、工事完了後ですね、空室だった部屋を満室にすることができました。まあ、賃料が3万9000円だったんですけれども、大規模修繕をやることで4万5000円まで引き上げることができて、まあ、1.15倍以上の賃料設定で制約することができたというようなことが言えます。 工事に至るまでですがこの建物診断のアプリを使いましてこういったレーダーチャートでオーナー様にですねここが改善すべきだよというところをお見せしました具体的には外壁とあとはあの基礎も減ってたんですけれどもあとは階段周辺そういったところが弱かったなというふうに思います評価の中でですね えー、用、系のサイディングでチョ,チョーキングが発生してますし、まあ、写真の右側にありますけれども、ボロボロになっているところがあるので、まあ、こういったところをきちんと直さないと水漏れにつながりますよというお話をさせていただきました。モルタルのところもですね、クラックが結構広がっていましたので、まあ、そういったところもきちんと直しましょうというご提案をさせていただきました。床もですね、こう、ちょっとこう、 ひびといいますか欠損が見られましたのでそういったところの修繕をご提案をさせていただきましたあと屋根はですね私たち先ほどお話ありましたけれどドローンを飛ばして評価しますのでこの物件に関してはドローンを飛ばしてきちんと写真撮影をした上えで金属部分を塗り替え塗装の塗り替えを行いました で、え、主な修繕計画なんですけれども、A、B、C と横に記載させていただいてますが、1年、一年以内に修繕が望ましいというところを中心に行わせていただいて、まあ、B、C は長期修繕計画のような形でご報告をさせていただいています。細かい内容はちょっと省略させていただきますけれども、どちらかというと、A はもう早急早くやりましょうと、あとは見た目が悪くなりますよというようなところ、 b c は、あの、設備トラブルにならないように定期検診しましょう。定期的に検査をしましょう。というようなところになります。で、左の外壁の写真から右のように工事をさせていただきました。左下の方に主な工事内容や金額を書かせていただいてますけれども、147万円で満室にすることができました。 こちらが長期修繕計画の一例になります。まあ、弊社は1年から10年と11年から20年までの2枚に分けて作成させていただいております。最後に評価からの現在の取り組みと、まあ、将来展望についてです。今年特化してやっていたのはですね、小規模修繕項目を見ますと床下換気口、まあ、消火器、あとは除草、 共用部階段下の私物撤去の部分が主に不具合ありというような結果が多かったです。ですので、退、ま、去、あ、報告の際にはですね、現状回復工事提案時に必ずこういったところを加味するように、床下換気を直しましょうというようなことを必ずお話ししようと。あのリフォーム受託をしたくてやってるのではなくて、まあ、悪いところは悪いと、いいところはいいということをきちんと言おうというのをよく言っていました。 まですので、こう、悪いとこばっかり管理会社って言いたくなるんですけれども、まあ、そうじゃなくて、床下管理工問題ありませんでしたというようなこともきちんとお伝えするようにと。ただ、なかなか修繕が進みませんでしたので、まあ、キャンペーンを企画させていただきました。後でご紹介をさせていただきます。それと、大規模修繕項目に関しては、あ先ほどからお話ししている通り、外壁、シーリングの起点などなどが不具合ありのポイントが多かったですので、 ま雪どけ時から、積、ま、載、あ、対象を確認しながら提案をしていきました。まあ、駐車場の除雪車がですね、駐車場を除雪するんですけれども、まあ、車止めなんかも一緒にこう除雪しちゃって、ボロボロになるケースが大半ありますので、まあ、そういったところもきちんと確認しながら提案をしました。屋根、階段など、塗装に焦点を置きながら分析ターゲットをしていたという部分もございます。 小規模修繕に関しては項目特化型のキャンペーンを企画しました床下換気口の特化型はあの去年の冬ぐらいから今年の春まで行わせていただきまして今は消火器と LED と残地物の撤去をキャンペーンとして企画させていただいていますこちらはですね割引なども行っているんですがあの業者さんときちんと相談をするとあの特化型になるので、まあ、例えば床下換気口であればですねもう一気に お願いするのでという話をすればある程度原価もちょっとこう調整してくださるというようなことをお願いして安くやっていますで対局報告クイズ提案の神としては、まあ、現地物の撤去や除草は必ず提案して自宅、まあ、後すぐ行うようにということでやっておりました長期地図計画の立案は今後,の定期今後定期的に作成していくというところともう1点早割りキャンペーンというのを実施しています ま、来期の工事の早期受託を実施しておりまして、本当に今、11月、12月、10月ぐらいからですかね、もう外壁の工事ができなくなるエリアになるので、来年の春に工事をさせていただくという条件で、早期契約を結ばさせていただくと。こちらもですね、業者さんと相談の上で、4月から10月ぐらいまでの間に、いつでもいいから工事していいよというような相談をすると、比較的安価で、 やってくださいますのでそういったところの協力業者と相談をしながら通常よりも安くできるようにというような相談をしていますキャンペーン特化型はですねそれぞれあの中断にあるのが気をつけなきゃいけない視点ですね消火器であれば消防法第17条のところで大家様と管理会社への設置義務があります項目特化型のあ LED で言えばですね 低消費電力、高高度、特にあの低消費電力と、まあ、コスト安くなるよ、電気代安くなるよというのは皆さんご存知かと思うんですが、高高度になりますよと、紫外線がないわけではないんだけれども、虫が寄ってこない紫外線になることと、あとこれから写真で皆さん、ネットでお部屋探しをしますから、明るい共用部、明るい外壁を見せていかないと、まずいから LED に変えましょうというようなことをしております。 あとは電力会社と協力をして消費電力のシミュレートシートなんかも用いています。あと残地物はやはりあの案内させていただいたときに共用部バルコニーが汚いとやっぱりちょっと入居促進できませんので一緒にやっていきましょうというところでやっていますしどんなものも一律5000円ということで今まさにやっています。11月12月限定で今処分いいよと言ってくださるオーナーさんはどんなものでも5000円で全部やるというところでやっております。 将来展望としましては、このインスペクションと我々は表現していますけれども、このインスペクション業務がです、ね、賃貸管理え、つまりオーナー様の資産のお支えになるような業務になっていけばいいなと、でそれがさらにあのお部屋探しのお客様のです、ね、顧客ニーズや安心安全な住居の提供につながっていけばいいなというふうに思っています。 今まさに皆様と一緒にですね、そういうことをしているかと思うんですけれども、これがもっと見える化されて、認知されてくるようになればいいなというふうに私は思っています。それと、あの、日環協の方でもお話ありましたが、賃貸住宅メンテナンス主任者、これが今基本的なところで今やってますが、おそらく応用されていくものだと思いますので、まあ、弊社も積極的に取り組んでいきたいなというふうに思っています。 と、あじまりになりましたけれども、弊社の紹介をこれで終わらせていただきます。どうぞ、ありがとうございました。